30分ごとにバスが出てるって聞いたことがあるな。へえ、そいつは便利だな。まあいい、とにかく行ってみようぜ。ああ、医科大学か。やっとセシル姉に会えるな。
次の発車時刻は10分後ってところか。待っていればすぐに来るわね。ウルスラ病院か、行くのは久しぶりだわ。ああ、俺もそうだよ。本当ならすぐにでも訪ねるつもりだったんだけど、毎日忙しかったからな。あら、病院に行くってどこか具合でも悪いのか。いや、知り合いが勤めているんだ。ずいぶん世話になった人でさ、戻った挨拶をしたかったんだけど、お互い忙しかったから先延ばしになってたんだよな。なるほど、そうだったの。勤めてるってことは医者かなんかか。いや、看護師をしてる人だよ。若手のまとめ役みたいで、毎日とんでもなく忙しいみたいだ。看護師ってことはあれか、もしかしてナース服着て優しく検温してくれるお姉さん。え、まあナース服は仕事着だから着てると思うけど。そのお姉さんいくつ。俺より5歳上だから23歳になったかな。うちの隣に住んでた人で、姉さんみたいな人だったんだ。美人。うん、綺麗な人であるとは思うけど。2歳年上のお姉さん、しかもナース服と着たか。ストライクの真ん中、よし、みなぎってきたぜ。いや、俺は幸せだな。お前みたいなマブたちと巡り合うことができて。というわけで紹介よろしくね。あのな、男子っていうのはこれだから。ちょ、そこで俺も入れないでくれよ。ティオちゃん、どうしたの。さっきから考え事をしてるみたいだけど。あ、いえ、少々病院とかは苦手で、消毒液の匂いとか注射とかがちょっと。そっか。大丈夫か。なんだったらティオは。問題ありません。ちょっと苦手というだけで、嫌いというほどではないです。来なくてもいいとか言ったら怒りますよ。言わないって。危ない危ない、少し気をつけなくちゃな。それに私もロイドさんのお知り合いには会ってみたいですし、この前通信機で嬉しそうに話していた人ですよね。どうしてそれを。ロイドのお姉さんみたいな人か。ちょっと会うのが楽しみになってきたわね。おお、どっちかっていうとメインイベントになりそうだぜ。あくまで捜査優先だからな。来ないわね。30分経過です。おいおい、ロイド、10分後に来るんじゃなかったのかよ。俺に言われても。しかし妙だな、さすがに遅すぎる気が。はあ、やっぱり来てないよな。困ったな。本当にどうしたんだろう。こっちから通信入れても何の返事もないし。あの、どうかしたんですか。ずいぶんバスが遅れてるみたいですけど。お、いや、何かトラブルが起こったみたいでして、一度バスの運転手から通信があったんですけど、途中でプツリと切れてしまって応答がなくなってしまったんです。それってトラブルの匂いがしますね。ところで兄さん、どこの人なんだ。あ、僕はクロスベル市交通課のものです。一応自治州で運行しているバスの管理をしているんですけど。警備隊に連絡するのもなんだし、やっぱりギルドに頼るしかないかな。みんな、いいか。ええ、分かってる。はあ、仕方ないですね。ま、これも巡り合わせだろう。あの、その役目自分たちに任せてくれませんか。え、君たちは。クロスベル警察特務支援課のものです。これから捜査任務で医科大学に向かうところでした。え、
君たち警察の人？そっか、雑誌で読んだことがあるな。警察がギルドみたいな市民サービスを始めたって。その厳密には同じではないんですけど、バスの様子を見に行くくらい問題なくできるかと。そうか、それならよろしく頼むよ。なんだったら遊撃士の応援でも頼んでおくかい？いや多分大丈夫だと思います。みんな行こう。ええ、おうよ。了解です。こんなもんかな。
奇跡。注意してください。私の番だ、エイ。あれは、ちっ、やっぱり予想通りか。なんでこんな時に魔獣が。あー、エイドスよ、どうかお守りください。大丈夫ですか。あんたらは。警察の者です。撃退すっから中に入っててくれや。Thank you.
だやれる。それ。おっしゃ。かなり手強かったな。そうね、ずいぶん大きかったけれど、どこから現れたのかしら。どうやら森林地帯に生息する種のようですが、何かのきっかけで街道に出てしまったのでしょう。ふーん、珍しいこともあるもんだな。あんたらよくやってくれた。いやー助かったよ。一時はどうなることかと。いえ、無事でよかったです。今の魔獣のせいで足止めを食らってたんですね。ああ、そうだけど、その前に動力エンジンが故障を起こしちまったんだ。仕方ないから一旦停車して調べてみようとしたんだが、そこに今の魔獣が現れて立ち往生する羽目になったのか。通信機の調子が悪かったのもエンジントラブルが原因ですか？ああ、バスに搭載している通信機はエンジンから動力を取ってるからな。おっと、こうしちゃいられない。なんとか直せないか確かめないと。この様子だと復旧にはまだかかりそうね。うん、一旦町に戻って交通課の人に報告した方がいいか。はあ、これも運命ですか。ま、面倒だけどそうするしかねえかもな。おい、そんな、まだいたの？さすがにまずいな。おい、ロイド、カッコ撃破に持ってくぞ。さすがに全部は相手にしてらんねえ。いや、ダメだ。それだとバスが襲われる可能性がある。ちっ、それもそうか。とにかくすぐに対処しないと。来ます。くっ、うりゃーっ、よっしゃ。ああ、行くわよ、よっしゃ。わかった、分かった、エッセン。すごい、とんでもないです。ふう、なんとか間に合ったかな。エステル、大丈夫かい？うん、私は別に。
なんとかヨシアの切り込みのタイミングを作れてよかったわ。それはそうと、もしかしてクロスベル警察の人かしら。南口のところで交通課の人から話を聞いたんだけど。ああ、その君たちは。いきなり現れて混乱させちゃったみたいね。はじめまして、私はエステル、エステル・ブライトよ。僕はヨシュアと言います。遊撃士協会クロスベル支部に正式配属になったばかりです。やっぱり遊撃士か。自分たちはクロスベル警察特務支援課に所属するものです。危ないところをありがとう。本当に助かったよ。いいって。あなたたちも結構やりそうだし、余計なお世話かなってちょっと思ったんだけど。いや、正直危ないところだったよ。俺はロイド、ロイド・バニングスだ。はじめまして、エリー・マクダエルです。うっす、ランディ・オルランドだ。ティオ・プラトーです、よろしく。ロイドさんに、エリーさんに、ランディさんに、ティオちゃん。あれ、ティオにロイドってちょっと面白い偶然だね。私たちの名前が何か？ごめんごめん。ちょうど知り合いにティオとロイドさんがいたから面白い偶然だなって思って。もちろん全然似てないけどね。はあ。そういえば動力バスの方はどうですか？どうやらエンジントラブルを起こしているみたいですけど。ああ、クォーツの接続不良が原因なのは確かみたいだが、困ったな。こんなことならもう少しちゃんと整備研修を受けとくんだったぜ。そのよかったら少し見せてもらえますか？ひょっとしたらなんとか修理できるかもしれません。お、本当か？そういえばヨシア、飛行船の操縦とかできるもんね。簡単な整備ならお手の物か。いやー、さすが遊撃士、いざっていう時は頼りになるな。いえ、たまたまですから。なあティオスケ、お前エンジン修理とかは？いえ、門外漢です。動力ネットの関連機器ならそこそこわかりますけど。そういえばあなたたちはどうしてここに？私たちみたいに手配魔獣を探しに来たとか？いや、そういうわけじゃないけど。警察の任務でこの先にある病院に向かうところだったんです。そこでちょうどこの騒ぎに出くわしてしまって。この先の病院、聖ウルスラ医科大学でしたか？へえ、そんな場所があるんだ。それじゃあこの場は私たちが引き受けるわよ。用事があるんだったら先に行った方がいいんじゃない？それはせっかくだからお願いしよう。エステルさんにヨシア君だったかな。あ、呼び捨てでいいわよ。見たところ同い年くらいだし。そうだね、できればお近づきの印に。ああ、それじゃエステル、ヨシア、動力バスのことをよろしくお願いするよ。うん。君たちの方も気をつけて。特務支援課だったっけ？確か遊撃士と似たような仕事をする部署って聞いたけど。まあ、あながち間違いではありませんね。そっかなんだか嬉しいわね。嬉しいって、そりゃまたどうしてだい？だって似たような志で仕事をしてくれてるんでしょ？それって要するにお仲間みたいなもんじゃない。今後ともよろしくね。こりゃまた。お人よしさではロイドさん以上ですか。なんだか眩しいくらいね。ああ、こちらこそよろしく頼むよ。しかし動力者といい、なんとかネットワークってのといい、
クロスベルは進んでるわね。てっきり私リベールが一番動力技術が進んでると思ってたけど。まあリベールも技術先進国だけど伝統を大事にする傾向があるからね。それに動力ネットワークに関してはエプスタイン財団の肝入りみたいだ。その意味では今一番動力化が進んでいる場所はこのクロスベルかもしれないな。なるほど。ティータとか連れてきたら飛び上がって喜んじゃいそうね。そうだね。エステル寂しい？あんな形だったけどちゃんと再会できたしね。あれから3ヶ月か。みんな元気にしてるのかな。大丈夫、きっとみんな元気でいるさ。誰の話だろう。遊撃士協会のニューフェイス、エステルとヨシアか。なんだか思わずため息が出てしまうわね。私たちと同い年くらいだけど相当高位の遊撃士なのかしら。ああ間違いねえだろう。あの身のこなしと技のキレ、かなりの修羅場をくぐってるぜ。そうですね。私たちが苦労した魔獣はあっという間でしたし、今後はあの人たちも商売敵になるわけですか。そうだな。落ち込んでも仕方ない。俺たちは俺たちで頑張ればいいさ。それに商売敵というよりいいライバルって考えておこう。その方がやる気が出てこないか。ライバルというには実力差がありすぎる気が。まあそれでもあのハリオスっておっさんよりはまだ追いつけそうではあるかもな。それは確かに。まあ気の持ちようってことさ。せっかくの彼らの行為だ。このまま病院まで行かせてもらおう。また徒歩ですけど、まあ仕方ない展開ですね。せいぜい少しでも体を鍛えておきましょう。